オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の響です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。突然ですが、記憶力に自信はありますか？記憶には短期記憶と長期記憶があると言われますが、いろいろな人に会うたびに、人の記憶ってこうも違うのだなぁと感心してしまいます。例えば幼少期だったり小学校の頃の話を詳細にまで覚えている人ってたまにいますよね。その時誰かが言った言葉や情景まで丸ごと覚えていて、語って聞かせてくれたりすると、話の内容以前にそこまで覚えていることに驚いてしまいます。というのも、こういった長期記憶が僕はどうも苦手で、昔のことになるとあまりよく覚えていなかったりするのです。たった数年前のことも忘れていることが多くて、周りの人に自分でこう言ってたじゃんと言われることもしばしば。なんでそこまで覚えているの？というくらい長期記憶に優れた人には敬服するばかりなのですが、フランス語ではこのようにとんでもなく記憶力がいい人のことを avoir une mémoire d'éléphant、 象の記憶を持つと言います。 mémoire d'éléphant、イメージが湧きますよね。反対に記憶力が良くない人は tête de moineau、 tête de moineau、 スズメの頭というようです。これは思慮の浅い人という意味にもなるようなので、使い方には注意がいるかもしれませんね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は6月にデビューされたアンサンブル講師アメリ先生をご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほど記憶の話をしましたが、つい最近も自分の記憶力のなさを実感することがありました。高校時代の友人と会っておしゃべりをしていて、当時の国語の先生の話になったのですが、肝心の先生の名前を思い出せなかったのです。結局友人のさらにその友人に連絡を取り、彼が覚えていてくれたおかげで無事に先生の名前を思い出すことができました。どうにかこうにかミッションは達成したわけですが、ではこのどうにかこうにか、フランス語ではどういうでしょうか。単語の数は多いのですが、それほど難しくありません。tant bien que mal、 tant bien que mal と発音します。 tant、 そして bien は微母音なので気をつけましょう。なのでどうにかこうにか彼の名前を思い出しただと、On s'est rappelé son nom tant bien que mal. On s'est rappelé son nom tant bien que mal. On s'est rappelé son nom
tant bien que mal と言います。苦労して何かを成し遂げた時などに使ってみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブル・アン・フランセのホームページから、無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアント。響き先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお送りいたします。今回は6月よりオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセでレッスンを開始されているアメリ先生の魅力をお伝えします。2015年よりフランス語講師をされていて、通訳、翻訳やジャーナリスト経験もあるアメリ先生は、正しいだけでなく洗練されたフランス語の習得をサポートします。穏やかに押さえておくべきポイントを教えてくれるので、今まで漠然としていたことが整理され、充実度の高いレッスンが受けられます。やりがいと愛情を持って教えている様子が伝わり、必要に応じて日本語での補足を行うこともできるため、レッスンに無駄がなく、入門から上級まで幅広いレベルの生徒様に対応することができます。ではここで講師からのメッセージをご紹介します。みなさんこんにちは。私はアンサンブル・アン・フランセの講師のアメリです。今はフランス人の主人と猫ちゃんと一緒に京都に住んでいます。もともとはフランスではジャーナリストでしたが、日本に住み始めてからフランス語の講師になり、4年も経ちました。私の趣味は、写真撮影、あと日本についてのブログを書くことも、あと本をたくさん読んで、ダンスも好きで、あとは、日本のドラマも大好きで毎日見てます。言語を勉強するために、その国の文化も大事と思いますから、両方一緒に笑顔で勉強しましょうね。スカイプでお待ちしています。 Bonjour, moi c'est Amélie. Je suis professeur à Ensemble en français. Maintenant, j'habite à Kyoto avec mon mari qui est français et mon chat. À l'origine, je suis journaliste quand j'étais en France.Et quand je suis arrivée au Japon, je suis devenue professeure de français. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai continué pendant 4 ans, jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'aime bien faire dans la vie, c'est prendre des photos, écrire sur mon blog au sujet du Japon. J'aime beaucoup danser aussi, et je regarde des dramas japonais tous les jours. Je pense que quand on apprend une langue,C'est important aussi de s'intéresser à la culture de ce pays. Donc, je vous propose d'étudier les deux, ensemble et avec le sourire. Et je vous dis à bientôt sur Skype. メッセージからも講師の人柄や熱意が伝わってきますよね。充実したレッスンを提供することができるアメリ先生のレッスン、ぜひご受講ください。さて、
本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。